それでは定刻になりましたので、ただいまから第422回核燃料施設等の新規制基準適用性に関わる審査会合を開催します。本日の議題は、リサイクル燃料備蓄センター RFS の設置公認申請についてです。本日の会合は、新型コロナウイルス感染症対策のため、テレビ会議システムを利用して実施しております。最初にテレビ会議システムを利用した会合における注意事項について、事務局から説明をお願いいたします。規制庁の小沢です。テレビ会議システムでの、注意事項について、ご説明いたします。発言する際はですね、最初に所属と名前を言ってから発言するようにお願いします。映像からですね、発言者が特定できるように、必要に応じて挙手をしてから発言するようにお願いします。発言が終了した場合にはですね、終了したことが分かるようにしてください。で、音声についてですね、聞き取れないところがあればですね、途中でも構いませんので、遠慮せずにですね、その旨を伝えて、再度説明を求めてください。以上です。本件は本年11月12日に RFS から使用済み燃料貯蔵施設の設計及び工事の計画の変更認可申請がなされたものです。本日は今回の申請内容についての説明をお願いいたします。RFS より資料1に基づいて説明をお願いいたします。おはようございます。社長の高橋でございます。本年6月に坂本に代わり就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。本日はリサイクル燃料備蓄センターの分割第2回の設置公認にお時間をいただきありがとうございます。これから設置公認の概要をご説明いたします。分割第1回申請につきましては、電気設備が中心でしたが、申請が2月でありながら、申請書の質やスケジュール管理の問題などいくつかのご指摘をいただき、親会社の支援を得て改善をしつつ、8月に認可をいただきました。分割第2回の申請は、第1回申請に含めなかった設備を申請し、今回の申請で対象設備すべてを審査いただくものであります。このため、金属キャスクや使用済み燃料貯蔵建屋など重要設備が含まれることになります。金属キャスクについては、奇数を記載しない合理的な記載とするようご指導を賜り、その趣旨に従い申請を行っております。また、今回の申請においては、第1回のご指摘を踏まえ、改善した点を継続させ、引き続き東京電力ホールディングス及び日本原子力発電からのサポートを受け、工程管理品質の向上に努めております。昨年の事業許可に引き続き、今回の設置公認の認可に邁進し、さらには保安規定の変更許可を確実に行い、事業開始に向けて全力で取り組んでまいりますので、今後ともご指導よろしくお願いいたします。私からの冒頭の挨拶は以上とさせていただき、この後資料の説明に移らせていただきます。リサイクル燃料貯蔵東京事務所の小野でございます。引き続き資料の説明に入らせていただきます。リサイクル燃料備蓄センター設置公認申請、全2分割のうちの第2回目の申請でございます。目次をお願いします。本日のご説明内容です。申請対象設備のご説明に引き続きまして、使用設備の概要、その後に変更申請の概要、さらに施設の設計、最後に工事工程の順でご説明をさせていただきます。はじめに申請対象設備でございますが、1ページと2ページにつきましては、内容が先ほどの社長の挨拶と重複いたしますので、本日は割愛させていただきます。3ページでございます。本施設につきましては、平成22年に設計及び工事の方法の認可、この後このことを規制公認と申しますが、認可を得ております。今回の申請で、ここからの主な変更点は以上の通りでございます。まず1つ目として、技術基準規則改正などにより変更した点でございます。1番、竜巻、火山、外部火災等自然現象等に対する設計を追加しました。2番、耐震評価条件の変更として、基準地震動を変更、また水平2方向の地震動の考慮などを行っております。3番目としまして、津波対応を追加しております。4番目としまして、通信連絡設備等設備の追加を行っております。
2番目に使用設備の変更点をご説明いたします。まず1番目、金属キャスクでございます。型式を変更しまして、収納可能な使用済み燃料集合体を多様化いたしました。また、申請はキャスク単位ではなく型式単位での申請としております。2番目に耐震強化としまして、受け入れ区域天井クレーンの強化などを行います。3番、4番、津波の漂流防止といたしまして、建て起こし瓦礫等の基礎部の強化を実施します。さらに、津波等により監視ができなくなった場合に使用する代替計測用計測器の追加を行っております。4ページお願いします。使用設備の概要についてご説明いたします。金属キャスクは多様な BWR 使用済み燃料集合体を69体収蔵可能でありまして、臨界防止機能等の基本的安全機能を有する設計といたします。右下の図にございますように、貯蔵瓦礫は金属キャスクと対になりまして、金属キャスクを貯蔵建屋に固定する設計といたします。5ページお願いします。続きまして、使用済み燃料の受け入れ施設についてです。受け入れ施設は、受け入れ区域天井クレーン、搬送台車、仮置き瓦礫等で構成されております。このうち一番下の丸ですが、天井クレーンにつきましてはワイヤーロープなどを二重化し、落下防止対策を講じております。お願いします。受け入れ施設の続きでございます。右下の絵をご覧ください。キャスクの取り扱いのイメージを示しております。1番目のところで金属キャスクを建屋に搬入します。この後、その右下の図で左に並んでおります仮置き瓦礫に移動するか、もしくは直接建て起こし瓦礫に移動します。仮置き瓦礫が全部で7つ、建て起こし瓦礫が1つでございますので、最大8基を同時に受け入れることができます。丸3の図です。金属キャスクをこの建て起こし瓦礫のところで、クレーンを使って垂直状態に建て起こして貯蔵瓦礫に固定をします。4番です。瓦礫の下部に搬送台車を入れます。これは、フォークリフトの爪を入れるようなイメージと考えていただければ結構です。丸5番で、下から空気を出しまして台車を浮上させまして、右下の図ご覧ください。6番の位置まで移動します。ここに検査課題がございます。ここで、負荷感圧力の検出器、表面温度の検出器を取り付けをいたします。7番で貯蔵区域まで再び搬送台車で移動しまして、8番貯蔵区域に固定して貯蔵をいたします。続きまして、計測制御系統施設です。真ん中の図をください。キャスクは蓋が二重の構造になっておりますが、蓋感圧力検出器を上に取り付けます。また表面温度検出器2番を中央付近に取り付けます。左の図です。給排気温度の監視を、これは建屋を上から見た図ですが、この位置でいたします。これらの温度等のデータにつきましては、右の図4番の表示警報装置に表示されます。また、測定できない場合の代替計測器を丸5番で用意しておりまして、自然災害等を考慮して貯蔵建屋と海抜30メーターの資材保管庫に分かれて保管する設計としております。続きまして、放射性廃棄物の廃棄施設です。リサイクル等センターは平常時に発生する放射性廃棄物がないことから、放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設はございませんが、万一発生した場合にはドラム缶に詰めて保管廃棄をいたします。その容量として200リットルドラム缶約100本相当を貯蔵できるようにしております。次お願いします。放射線管理施設についてご説明いたします。特に特別なものはございません。左下の図、ガンマ線と中性子線のエリアモニターを建屋内に配置しています。右側の図、これ敷地の図でございますが、敷地の東と南にモニタリングポスト丸3を設置、それから敷地をぐるりと囲むように12個のモニタリングポイント、これで積算線量を測っております。その他代替用の計測器として右上にある、一例でございますが、放射線サーベイ機器を準備しております。次お願いします。使用済み燃料貯蔵建屋についてご説明いたします。建屋は鉄筋コンクリート造で、地上1階面積約8200平米の区域基礎構造となっておりまして、金属キャスクを最大288基、収容することができます。金属キャスク表面からの放射線はコンクリートの壁、遮蔽扉で遮蔽いたします。
また右下の図をご覧ください。断面図がございますが、金属キャスクからの発熱による通風力を利用しまして、自然換気により、吸気口から空気を吸い込み、排気口で、放出すると、こういった設計としております。続きまして、設計及び工事計画の変更認可申請の概要についてご説明してまいります。各施設の構成がこちらの表のようになっております。上から1、2、3、4、5、6行目までは、これまでの施設の概要の中でご説明してまいったものです。これ以外に通信連絡設備等として、通信連絡設備、避難通路、消防用設備として、消火設備、火災感知設備等がございます。次お願いします。続きまして、事業許可との整合についてです。当施設につきましては、新規制基準に関する事業変更許可を令和2年11月に得ております。これと整合するものであることを本申請の添付書類1において示しております。下に添付1の抜粋を示しておりますが、左から事業許可の本文、次が同添付6、その後に今回の申請の設置公認がありまして、整合性について説明をしていると、こういった構成になっております。次お願いします。続きまして、技術基準規則への適合でございます。添付書類3、それから基本設計方針の中で記載をしておりますが、主要な部分について後ほどご説明いたしますので、ホームページ説明を割愛いたします。第5条から第24条まで、16ページにわたって記しております。17ページお願いします。続きまして、本審査の書の添付書類でございます。添付書類、大きく3つございます。1番目が、添付書類1が事業変更許可申請書との整合に関するもので、こちら先ほどご説明した通りです。2番、添付書類2といたしまして、品質マネジメントシステムに関する説明書がついております。それから添付書類3が技術基準への適合性に関する説明書でございまして、添付書類3の中にさらに添付1から添付の19までございます。主要な部分についてはこの後設計の中でご説明いたしますので、ここでは割愛いたします。18ページ、19ページまで、続いております。続きまして、基本的、設計のご説明に参ります。まず、基本的安全機能の設計ということで、引火防止でございます。金属キャスクは使用済み燃料集合体を一に目するバスケットブレードによって、場所を固定することで引火を防止する設計としております。また、使用済み燃料集合体を貯蔵容量最大に収納した条件下でも、金属キャスクの搬入から搬出までの全工程で、中性子実構造倍率が0.95以下となることを確認しております。続きまして、閉じ込めでございます。金属キャスクは、左下の図、一次蓋と二次蓋の多重閉じ込め構造としておりまして、この蓋の間の圧力を測定することで閉じ込め機能の監視をしております。また、金属ギアスケットの漏洩率については、所定の貯蔵期間中、理論式で求めた基準漏洩率より小さくなるということを確認しております。続きまして、除熱でございます。金属キャスクは、燃料集合体の熱を金属キャスク表面から周囲の空気、建屋に伝達することで除去する設計としております。これによりまして、燃料皮膚管の温度、それから金属キャスク構成部材の温度はそれぞれ、適当な温度以下となることを確認しております。続きまして、遮蔽でございます。遮蔽は、放射線につきましては、金属キャスクそのものと建屋のコンクリート、この両方により遮蔽する設計としておりまして、これによりまして、敷地境界での線量投了率が50マイクロシーベルトパーイヤー以下となることを確認しております。続きまして、耐震設計です。耐震設計は重要度を S、B、C クラスに分けて、それぞれの重要度に応じた地震力に十分耐える設計としております。S クラスとしまして、金属キャスクと貯蔵瓦台、 B クラスとしまして、受け入れ空気天井クレーンと支持構造物、搬送台車、貯蔵建屋がございます。貯蔵建屋の耐震設計でございます。建屋は鉄筋コンクリート造で、基礎スラブを介して砂ごま多層に支持されます。建屋の特徴にございますが、杭の本数は358本でございます。次お願いします。杭と支持板でございます。左下、開放基板表面が、マイナス218メートルにございます。中央の図です。
グランドレベルが16メートル、TB16 メートルにございまして、基礎スラブが 13.8 メートル。その下、マイナス20メートルに支持層がございまして、杭がマイナス 21.5 メートルに先端部がございます。なお、地下水位につきましては、TP14 メートルの位置にございます。失礼します。基準地震動に対する設計の流れでございます。図のような流れで、設計をしております。新規制基準に基づく地震動、SS の A と SS の B1 から B4 の5つについて、5つの地震動を用いて設計を行っております。28ページお願いします。貯蔵タリアの地震ごと解析モデルです。基準地震動は異なりますが、モデルそのものは季節公認と同じですので、説明を割愛いたします。29ページです。丸5番、企業の評価であります水平一方向及び鉛直方向地震動の組み合わせに対して、新規制基準で求める水平二方向及び鉛直方向の地震力の組み合わせが結果に与える影響を確認しております。また6番として液状化につきましては、事業許可申請の基礎地盤安定評価にて検討を行いまして、液状化の可能性がないことを確認しております。金属キャスクの耐震設計です。こちらも基準地震動異なりますが、評価手法につきましては、季節公認から変更ございませんので省略いたします。続きまして、金属キャスク耐震設計の結果でございます。新しい基準地震動に基づき、求めましたものから、保守的な値をとって、1.4 を設計震度として、設計しております。新規制基準で求める水平2方向及び鉛直方向の地震力の組み合わせが金属キャスクに与える影響も確認しております。続きまして、受け入れ施設の耐震設計です。これら耐震重要度は B クラスでございますが、基準地震動 SS に対して基本的安全機能を損なわないことを確認しております。なお、評価手法は季節公認と同様ですので、省略させていただきます。33ページ、34ページに、受け入れ区域天井クレーンと搬送台車のモデルを示しておりますが、これも季節からモデル変更ございませんので、省略させていただきます。35ページです。これらの設計の結果、天井クレーンの一部につきまして、強化する改造を行っております。材料を変え、寸法を変えることにより、ドロリストッパーの部分の設計変更を行っております。36ページです。波及的影響についてです。S クラスの施設であります金属キャスクと B クラスのうち、基本的安全機能の一部を担う貯蔵建屋につきまして、下位クラスの波及的影響によって基本的安全機能を損なわないように設計します。波及的影響の設計対象となる下位クラス施設は、上の表の右側の通りでございまして、いずれも波及的影響はないことを確認しております。続きまして、津波の評価です。津波につきましては、平成25年の青森県による津波想定の TP11.5 メートルに、さらなる保守性を持たせて、23メートルを仮想的津波として設定しております。これによりまして、貯蔵建屋のうち受け入れ区域の損傷を仮定しております。右下の図、例えば天井クレーンがこのように落下するという仮定をしております。金属キャスクにぶつかるという仮定です。次お願いします。ただ、この場合もですね、右側の図、こちらが金属キャスクの断面図でございます。上が銅の部分の一次蓋の密封部分、下が一次蓋の密封シール部分です。いずれも密封境界物の歪めを評価しまして、基本的安全機能が損なわれていないということを確認しております。また、貯蔵画台につきましては、キャスクが固定された状態で波を受けても、床面の固定状態が維持されることを確認しております。続きまして、建屋の評価でございます。建屋は7メートル浸水することになりますので、右の図でございますが、その3倍の水圧21メートルでの評価を行っております。また、漂流物としてキャスク干渉帯、それからキャスク輸送車両を考慮いたしまして、これらを考慮しても、発生応力が許容限界を超えないこと等を確認しております。次が画台でございます。右上の図がありますが、例えば仮置き画台ですと、右から津波を受ける、一番、広い面積で津波を受ける仮定をしております。これによりまして評価をしますと、季節の設計ですと、画台の部分が、固定が確保されない、
固定が維持されないということを確認しましたので、設計変形を行いまして、真ん中のアンカーボルト、シアプレート、こういったものを設計変更いたしまして、津波を受けてもガラインの固定状態が維持されるように設計変更いたしました。続きまして、津波襲来時の大体計測です。23メートルの津波を仮定しますので、金属キャスク、固定状態の金属キャスクがすっぽりと水に浸かるような形になります。このような時に、温度とか放射線については写真のような大体計測器を用いて、また、不可圧力については予備品をつけることで、大体計測を行います。続きまして、自然現象と損傷に防止に関する設計です。新規制基準に基づきまして、竜巻、火山、外部火災等の評価を追加いたしまして、基本的安全機能を損なわないことを確認しております。続いて、火災防護設計です。いわゆる火災の三方策を、火災防止の三方策を適切に組み合わせた火災対策防護を講ずる設計としております。続きまして、主要な容器の強度および耐食性の設計です。機械学会の構造規格、設計建設規格に準じた評価を行いまして、技術原則第14条を満たす設計としております。受け入れ施設の設計でございます。天井クレーンにつきましては、動力源である電気の供給が停止した場合に動作するブレーキを設きます。また、搬送台車につきましても、動力源である圧縮空気がなくなった場合に金属キャスクを着床させ、衝突を防止する設計としております。計測性の系統施設と放射線管理施設についてです。これらは、閉じ込め、除熱、維持が維持されていることを確認します。計器等につきましては、これまでと同じ説明ですので、省略いたします。最後に、放射性廃棄物の廃棄施設に関する設計です。200リットルドラム缶約100本相当を保管廃棄する設計としております。廃棄物の汚染による拡大を防止するため、出入り口には席を設けまして、また、壁とか擁壁には漏洩した場合でも放射性物質が浸透しがたく、かつ表面汚染を除去しやすい設計といたします。また、津波対策といたしまして、津波が来た場合、ドラム缶、浮かび上がるんですけれども、ネットで覆ってロープで、固定をすることでですね、漂流して流れてはいかないという設計としております。最後に、工事工程でございます。第1回分につきましては、電気設備等認可をいただきまして、すでに工事に入っております。第2回の申請をいたしまして、適合性工事、下期の真ん中からになっておりますが、認可をいただいた後に、工事を開始したいと考えております。簡単でございますが、以上でございます。それでは質疑に移ります。質問コメントございますか。規制庁の小沢です。まず、初めに全体ということなんですけれども、今回、先、ご説明があった1ページ目でですね、今回の申請は全2分割の申請のうちのその2回目の申請でありますということで、最終の申請になります。ですのでですね、許可を踏まえてですね、施設公認の対象設備というものが漏れなく抽出されているか、第1回の時にですね、まず抽出した上で申請ということになっていると思いますけれども、最終断面でですね、適切に抽出されているか、漏れがないかというところを今一度確認していただいた上でですね、どのように確認したかというところを説明いただく必要があると考えております。で、我々、最終の、分割申請の場合の最終の、申請でどのような確認をするかというところにつきましては、先行しております、そのか、えーか、えー、あれですね、ウラン加工施設であればですね、三菱原子燃料のですね、審査書を見ていただくと、我々がどういうふうに確認しているのかというところが書いてございます。で、それを踏まえてですね、事業者の申請書がどういうものでこう説明しているのかというところをですね、参考に見ていただいた上でですね、説明していただきたいと考えております。以上です。はい、RS 陸奥の杉山です。今、ご指摘がありました、抽出漏れがないかどうかの確認なんですけども、今回の申請書の中には入っておりませんでしたので、今、先行例をお聞きしましたので、その内容を踏まえて、このうちの施設に関しても反映したいというふうに思っております。以上です。
規制庁沢です。よろしくお願いいたします。その他いかがでしょう。規制庁の石井です。私の方から震災の対応という観点からちょっと指摘をさせていただければと思います。最初のお話にあった通り、RFS でも認識されていると思うんですが、前回申請については耐震 C クラスの電気設備のみの対象設備4設備だったんですけれども、先ほど話があった通り2月に申請を受けて、認可に約6ヶ月の時間を要したという結果があります。これに関して規制庁側としてその C クラスの4設備になぜ半年もかかったのかを分析していますけれども、審査において規制庁の指摘の内容を RFS として十分に理解していなかったことが原因かと思っています。また理解しないまま、指摘に対する説明が行われたことから指摘に対する適切な説明ができず、それをまた指摘するというようなことが繰り返されて、指摘を1回で解消できずに時間がかかってしまったというふうに感じています。また説明に際しても説明のシナリオが分かりにくく、根拠もしっかりしていない部分があったため、規制庁側も RFS の説明の内容を理解するのに時間がかかってしまったという実情があります。今回の申請は今プレゼンがあった通り、前回電気設備以外のすべての設備が今度対象になることになります。また設備数においても今回は約70件の設備数になるということで、またその中には耐震 S クラスの金属キャスクの耐震設計とか貯蔵建屋の耐震設計、また RFS 特有の耐津波設計もあります。申請対象設備が多くなるとともに、グレードも高くなる。で、このため、やはり今回の申請では、前回申請以上にしっかりとした根拠を持った説明が求められるということを意識して対応してもらう必要があるというふうに考えています。で、また、RFS が自ら考えている工事の工程を達成したいのであれば、やはり規制庁の指摘の内容に適切、規制庁の指摘の内容を適切に理解した上で、説明に際してはしっかりと説明のロジックを構築して根拠に基づいて説明する必要があるというふうに考えております。そうすれば審査の効率も進められると思いますので、今回第2回の設公認の審査への対応についてはしっかり対応していただきたいというふうに考えています。以上です。6つのですね、選択の赤坂です。今ご指摘がありましたけれど、前回ですね、ご指導いただきまして、東京電力さん、原電さんにサポートいただいてですね、そこら辺しっかり改善してですね、今回も取り組んでございます。それについてはですね、今回の資料に付けさせていただいています。また前回ですね、ご指導いただきました補足説明資料だとか、その説明資料のあるべき姿、そこら辺がですね、前回勉強して、今回臨んでますので、しっかりですね、説明してですね、ご理解いただくような努力をしっかりやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上です。規制庁の石井です。対応の方よろしくお願いいたします。その他いかがですか。規制庁の野村です。私から地震津波外部衝撃に対して何点かコメントいたします。ですね、1点目なんですけど、まだ全部を見切れていないんですが、地下水位がですね、表層より2メーターから4メーターの位置にあるということで、地盤の液状化が気になっています。事業者は液状化がないと結論付けていますけど、液状化の有無については、説明のロジックをしっかり構築して科学的な根拠に基づく説明が必要と思っています。またですね、入力地震度の策定やですね、対津波用の波力の算定なども重要です。これらについても説明のロジックをしっかり構築して科学的な根拠に基づく説明が必要だと考えています。2点目なんですが、仮想的大規模津波が到達した際にですね、建屋の受け入れ区域が損傷して、落下物ですね、天井クレーンや天井スラブが金属キャスクに衝突すると仮定して、キャスクの安全機能に問題のないことは我々許可時点では確認しています。しかしですね、津波が到達した時のですね、受け入れ区域の損傷ですね、受け入れ区域内の設備の損傷モード、
ですね、損傷の程度について、およびですね、キャスクにそれらがキャスクに与える影響がないことについては、科学的根拠に基づく説明が必要だと思っています。ここで1回切ります。はい、リサイクル燃料貯蔵の寺山でございます。まず1点目、地盤の液状化に関してでございますが、まあこちらに関してですが、検討を行っておりまして、室内の土質規に基づきまして、まあ、基づいたりとかですね、あと地盤 の地震応答解析等を行って、液状化の判定を行っております。まあ、そのような中で、判定の内容につきましては、また今後ご説明させていただければと思います。あと、耐震関係の、まあ、入力、耐震の評価方法、および、まあ、津波関係の評価を、まず耐震に関係につきましては、起認可の段階から、手法的には、まあ、原子の取り方につきましては変わっておりますが、まあ、そちら以外の耐震のモデル関係につきましては変わっておりません。まあ、ただ、まあ、そちらの一連の流れにつきましては、またご説明させていただければと思います。あと、津波関係の波力に対する評価につきましても、まあ、波力に対する、建物、壁関係の評価、こちらも、ロジックを組んで、ご説明をさせていただければと思います。はい、私からは以上になります。規制庁の野村です。対応お願いします。その次なんですけど、ですね、評価結果に至る根拠はですね、検討プロセスが示されていないものがありますので、それらについては説明をお願いします。例えばですね、竜巻の影響評価に関してなんですが、設計飛来物であるですね、ワゴン車のですね、衝突荷重の算定に用いる水平最大水平速度や最大延直速度の算出根拠ですね、あとですね、公道走行中のバスが設計竜巻によって貯蔵建屋に到達しないと結論付けるですね、検討プロセスやその根拠、またですね、誤爆により対策をするものについての設計方針の説明が必要だと思っています。あとですね、例えば、森林火災ですね、森林火災の評価に関してはですね、想定発火点や施設の周辺の植生などの評価条件、また、並びにですね、評価手法や評価結果の説明が必要だと考えています。以上です。RFS 無痛保全 GM の千葉でございます。ただいまのご意見承知いたしました。評価のプロセスと若干記載足りてないところがあるかもしれませんので、まあ、検討の上対応したいと思います。以上です。規制庁の野村です。対応お願いします。とその他いかがでしょう。規制庁の長谷川ですけれども、まあ、今野村の方からいくつか申し上げましたけど、まあ、我々はまだもらったばっかりで細かいところまで見てないんですけど、まあ、全般的な話として今の共通していることが結果はいろいろ載ってるんで、まあ、それはそれでいいんですけれども、それから、まあ、BC クラスとかそういうものについては、まあ、特段我々も計算書までは今求めてないということで、そういう部分もとりあえず皆さんの事業者がきちっとやっていただくということなのかもしれませんけど、こういうまあ解析のいろいろな計算とか評価まあとかまあ解析とかさまざまなことがまあ設計の中で行われるんですけれども、基本的には我々が説明をしていただきたいのはまあどういうそのプロセス、要するにまあ何か入力地震度を策定するときには、まあ、このケースの場合多分一次元波動論で、基準地震度から入力地震度を策定、してたりするんですけれども、まあ、そういうときに なぜそれのそういう手法を使っていいか、このプログラムで、十分可能なのかというものが、まあ、きちっと例えば、まあ、清掃地盤になってますとか、地盤の、合成が、十分その式なりプログラムの適用範囲に入っているとか、まあ、そういうところの、まあ、根拠付けをしながら、手法が、まあ、
適切であるかどうかという、まあ、そういう、まあ、点と、それから、まあ、さらには今度は解析とか計算に用いるいろんなパラメータとか、諸条件の、まあ、いわゆるデータセットの部分っていうのが、適切に、まあ選ばれるというか決められているかという、まあ、そういう観点がしっかりしていれば、まあ、あとはまあ、計算するだけなので皆さんしっかり自らの、まあ、QMS の中でやってくださいと、まあ、そういうことになると思うんで、まあ、そのあたりをですね、今のは事例でしかなくて多分いっぱいあると思うんですよね。なので、まあ、我々からまたこれもそうしてください、これもそうしてくださいって言われる前に、まあ、そういうところに気を使って、最初から説明を、まあのですね、まあ、これから細かい説明いろいろ聞いていくと思うんですけど、まあ、準備していただければと思います。野村から言いたかったのは基本的にはそういうことだと思います。よろしくお願いします。センター長中坂です。ご指摘ありがとうございます。私どももですね第1回で勉強させていただいてますので、そこら辺補足説明資料にですね今作り込んで、一覧表等も出してです、ね、皆さんにご説明する準備を進めてございます。加えてですね今回今日のご指摘やりましたので、そこら辺もですね、資料に反映してですねしっかり説明した上で納得いただくようなそんなプロセスをしていきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。その他いかがでしょう。ありがとうございます。原子力規制庁の尾崎です。私の方からも先ほどの野村等のコメントともちょっと関連するんですが、改造工事の話ですとか工事工程等についてちょっと3点ほどコメントいたします。まず1点目、改造工事ですが、これも先ほどと同じようにプロセスとかですねそういった観点の話です。先ほどパワーポイントで説明ありましたが、例えばその、改造工事をする天井クレーンのトロリーストッパーとかですね、35ページあたりにあったで40ページにあったその受け入れ施設の、仮置き課題とか縦押し課題格子課題のアンカーボルトなどっていうのをこれ設計変更して改造していきますっていう説明ありましたが、今回のその申請書の中にはそういった具体的なそのどう改造するっていう設計とかですね工事方法、まあ安全対策等っていうのはここもプロセスというかですねどのように改造するのかっていう観点がなかったので、具体的にはまあどの設備のどういったことを改造するのか、あるいはまあまたそのどう改造するのか、どう安全に改造していくのか、こういったあたりをですねきちんと説明いただきたいと思っております。はい、RBS 陸奥の杉山です。今、ご指摘がありました、改造工事関係トロリーストッパー、それから、縦起こし課題等のアンカーのところの、設計に関してですけれども、今後説明の中で、まあ、どういうふうな考えに基づいて、設計変更に至ったかという点を、説明していきたいと思います。以上です。規制庁尾崎です。よろしくお願いいたします。で続いて工事工程のスケジュールの話で1点コメントいたします。先ほど説明されたパワーポイントの最後のページに工事工程、これ申請書のところにも載ってるんですが、工事工程で、2回申請のところが黄色色で適正工事っていうのが書かれています。でこれを見るとその第2回申請11月に申請してなんか1月とか2月あたりでもその適正工事を始めるような感じにも見えるんですが、先ほどその説明あったように今回の第2回申請については第1回申請に比べてまあその申請対象っていうのもまあ10倍以上に増えてますし、その設備のグレードも高くなっている中でその約1ヶ月間でですねその審査が終了して認可してこの工事を始めるというスケジューリングを立てられているのか、そのあたりの考え方を説明いただけますでしょうか。はい、RS 陸奥の杉山です。今回の第2回の分割申請、今工程表の中では、下期の中ごろからという形で書いております。で、まあ、もちろん設工人の認可が降りてからの工事になりますので、その
認可が降りた後に工事をしようということで考えております。で、そうしますと、まあ、今大体、どのぐらい、認可を降りるか分かりませんが、その後に、工事に入っていくのかなというふうには思っております。以上です。規制庁の野崎です。分かりました。規制庁の長谷川です。全然分かってないんですけど、で結局、今日の説明資料はおかしいということですか。皆さんがこれでやるんであれば、これでやっていただければいいし、この工程は、ちょっと自らもちょっと無理っぽいっていうふうに思っているのが、これ、どちらですか。陸奥の赤坂です。なかなか厳しい工程だとは考えています。ただ我々もですね、事業開始に向けてはですね、全社一丸となってですね、早めていきたいという希望はありますので、まあこの工程通りいくとは思いませんけれど、希望としてはですね、なるべく早く認可を得た上でですね、工事を進めていきたいという気持ちでこうなっています。以上です。規制庁の長谷川です。まあ今すぐこれ直さないと審査しないとかそういうつもりはまあないんだけれども、今言ったように多分こういうところにも現れているのは、早く審査を終えて工事に取り掛かるということが、RFS としてまあやっていくと、そういうことのまあ現れというふうに思うと、先ほど来今日ですね、しっかりしたですね、説明をしてほしいということを、再三ずっと申し上げてきたわけ で、これがちゃんと実行できれば、今回そんなに設備点数も多くないし、確かに S クラスとか、対津波設計あると言ってもですね、それほど大きな今論点があるとも実は思ってないんですよ。だからしっかり、皆さんが設計をしたことをちゃんと論理立てて説明したらそんなに時間かかんないというふうに思ってますんで、だからぜひ我々の願いを叶えてですね、我々も無駄な時間をと作ってですね審査したくないんですよ。こちらの言ってる意味がわからないとかっていうので、それでどん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 時間が経っていく、ちゃんとした議論の中で時間を使うのはいいんですけど、つまんないことに時間を使わないようにしていただきたいと。でそういう意味では皆さん前回の申請の時から体制いろいろ東電とか原電のサポートを受けて対応されていると思いますけれども、引き続きですね、そういう支援、今回資料なんか見ると、割と電力っぽい資料構成にもなってるんじゃないかなと思っていて、ある程度この支援の効果っていうのも、ちょこちょこ申請書とかこういう資料の端々には見えてきてるんで、いずれにしろ早く終わりたいんであれば、効率的に進むように、支援を受けつつ、準備を進めて、効率的に、つまんない時間作らないようにやっていただきたいと思います。それでいいですかね。陸奥の赤坂です。今言った通りですね、RS の機器はですね、それほど多くないというのはですね、日本原燃さんから比べるとですね、その通りだと思いますし、事業から比べてもですね、変わったのは先ほど言った改造の部分ぐらいのところだと思いますので、説明資料をですね、しっかり説明できるようにしてですね、皆さんにご迷惑かけない審査のやり方をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。その他よろしいでしょうか。すでに審査チームからコメントをさせていただいているところですけれども、重ねて委員として私の方から改めてコメントをさせていただきます。設公認の申請、分割1回目の後半では、RFS の審査対応、これが改善されて、審査が順調に進めることができたと委員としては感じております。改めて2回目の分割申請ということの審査になるわけでございますけれども、
審査への対応の体制を維持していただいて、慎重に審査の対応を進めていただければと思いますが、いかがでしょうか。6つの赤坂です。今いただきましたですね、指摘をですね、準備に組んでですね、審査体制しっかり持ってですね、やってきます。よろしくお願いします。繰り返しになりますけれども、今回の申請というのは分割申請の最後の申請でございます。抜け漏れがないことについて今後十分な説明を行っていただきたいと思います。また本日審査チームからのコメントを踏まえまして、審査における規制庁からの指摘事項、問題意識をしっかりと理解していただいて、根拠のある説明をするようにお願いをいたします。また規制庁においてもしっかりと確認等を進めていただきたいと考えています。何か論点が出てくれば改めて審査会合を開催したいというふうに思っております。その他何か審査チームの方から確認しておきたいことございますか。よろしいですか。事業者の方から何か改めて確認しておきたいことございますか。6つの赤坂です。特段ございません。はい。それでは以上をもちまして RBFS の審査会合を終了したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。